アミさんいらっしゃい。おはよう。タンスに出て過去です。何過去って？過去和子です。ああ、そういうことか。和子ついらっしゃい。でもね、俺ね、あのちゃんまよね、あの流行ると思うよ、人気出ると思うよ。ちゃんまよっていくつなの？俺結構いろんな配信者、この子伸びるって言った子全員伸びてるから、ちゃんまよ普通に多分人気配信者になると思う。それ聞きます？いや若いとは思わないけど、俺よりでも20代でしょ。そんな若そうには見えなかったけど、26とかでしょ。いやもっと言ってるか。え、同い年なんだ。あ、そう、あれだな、じゃあライトでごまかしてんだな。また騙されたよ、また騙された。あ、そうなんだ、またメスに騙されたよ。いやでもね、最近わかんないよね、女の人の年齢は。本当にどん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 わからなくなってる。サイトの構成考えるか。どっかにそのページあったような気がする。うん、あ、シャーペンあったっけな。ボールペンばっかりだな。女の人の年齢は昔からわかんないんだよね。あったあった、シャーペン芯があるか。あった、よかった。定規欲しいな。顔は真っ赤で、はず、顔はね別に赤いと思わなかったけど、あの目が真っ赤だったね、充血してて。なんでネットで活動しようと思ったの？配信者やろうと思ったの？リア充そうな感じだけどね。ネットは変な人多いから気をつけた方がいいよ。アドバイスいただいたやつやろうと思って、記事書こうと思って。これは言っていいのかわからないの、 DM シリーズか。業者の匂いがする。まあ全然 DM ください。なんだろう、ワクワクすんな。なんか面白い話聞けそうだよ。ぜひぜひ待ってます。問い合わせ、
組み合わせ。おい、ワド2、古代さんいらっしゃい。楽しんでて。個人サイトだと何だろうな、個人の紹介サイトって何載せればいいんだろう。プロフィールとお問い合わせとあと何だろうな、ブログか、ブログ、みんなはさ、なんか記事、読み物だったらどんなの読みたいとかある？送りましたちょっと待ってね。テース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 、ごめんなさい、音量変えました。
面白いね。フォローしよう。俺あんまりフォローしないけど面白そう。付き合いしてください。フォローバックしました。珍しく。面白。フォローバックしました。ちょっと追っかけます。面白い。さてと、なるほどね。わかんないもんだな。よろしくお願いします。ぜひぜひ。お問い合わせとプロフィールとあとなんだ、個人サイトってなんだろう。全然コメントないじゃん。どうしたのみんな。今日おとなしいね。和道監視中か。監視しても得ねえぞ。放送されてる？俺。え？なんだ？ああ、乗ってるか。あ、びっくりした。おすすめにいねえと思って。されてる？
寝がしばしばしていたい。また寝落ちするかも。いいよ、全然寝ても。眠いのに来てくれるっていうのが嬉しいよね。ありがとうね。ありがとう。嬉しいよ。寝てない感じか。あ、ごめん、すまん、うるさかったよね、ごめんね、申し訳ない。すまんすまん。おはよう、ゆっちゃん。おはよう。うん、楽しんでて。全然コメントなくてさ。風船プレゼントありがとう。サンキュありがとう。寒くないのか。おお、ミーガンじゃん、いらっしゃい。さっきあれだね、シャンマユのとこいたね。寒くないっつうかね、寒いんだけど、服を着た時ゴワゴワするのがすごい嫌いなんだよ。それだったら寒い方がいいみたいな。昔からね、薄着が好きだし、寝るとき未だに裸だよ俺、パンツ一丁で。だからバカは風邪ひかないって言うじゃん。緑ママいらっしゃい。初見さん楽しんでいってください。和道です。面白かったらでいいんでフォローしてください。初見なのにアイテムありがとう。してくれてるんだ。そうなんだ。アイテムありがとう。初コメってことかな。ありがとう。
古事記配信を和道さんしてる感じしないので好感持ってます。俺でも古事記って呼ばれてたよ、ニコ生の時は。古事記古事記って言われてたよ、うん、ただ今はね、その稼げるサイトが増えてきたから、だんだんそういう概念がなくなっていた感じかな。一応そのまあマナーとしてはアイテムくださいっていうのは俺の口からは言わないようにしてるかな、うん、面白かったらさアイテムくれるじゃん、みんな面白かったらくれるんだよ、うん、おはよう、彩香寝れなかった、うん、寝れなかった、青い髪の配信者は大嫌い。青い髪？青い髪って誰だろう。わかんないな。ハートありがとう。うん、なんかあのいや俺はなんか人いるそれぞれスタイルがあると思ってるから、あんまり人の配信のスタイルには口出すのはなんか違うかなと思ってるから、俺はあんま言わないけど、うん、自分はあんまりくれくれっていうのは違うなっていうのが今。あ、仲間なんだ。友達なんだ。いいね。寝れない？うん。じゃあ俺といいよ。寝れるまで付き合ってあげる。ワドインだよ。ワドイン。ワドイン。ああ、はい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 。大嫌いなんだ。ハートありがとう。うん、そうなんだ。あ、でもね、イケボとかイケメンで稼ぐのはいいんじゃない？あ、青い髪配信者が嫌いなんだ。なんで？なんか需要あるんじゃないのあれ。いや、羨ましいよね。なんかイケメンで稼ぐっていうの、顔で稼ぐっていうのは羨ましいよ。それも才能でしょ。稼げる顔してねえかんな。女をたぶらかしてみたいよ。たぶらかすほどの器量がないから。あー、それはダメだよ。それはダメ、うん、それは良くない。俺はやんないかな、うん、それはやっちゃダメ。だって大切な仲間だもん。大切な仲間でもあり、大切なお客さんでもあるわけよ。で、大切なファンでもあって、リスナーってね、すごい深いんだよ。ある人にとっては家族でもあるし、ある人にとってはね、まあ、仲間だし、ある人にとってはファンだし、そう、もてなす側じゃないと。私も最初青い髪の配信者見慣れてたから、和道さんの放送を見た時びっくりした。花火大返せ。うん、いやでもいいんじゃん。うん、いいんだよ。
いいんだよ。何が正解か分かんないけど、稼いでるのは事実だから、需要があるんだよ。ただね、貢いだ甲斐がないとね、やっぱりね、アイテムした分、しがいがある配信者になりたいよね。花火結構やっちゃったけ？いくらぐらい貢いだ？いいんだよ。その時楽しかったんだから。やっぱ伸びしろのある人に投資したいよね。できるなら。伸びしろのある配信者に投資したいよね。この人ならずっと続けてくれるし、この人なら上に行ってくれるっていうね、安心感がある人がいいよね。俺はそう思うけど。リスナーさんは宝です。宝っていうかね、リスナーさんが俺なんだよ。俺の価値はリスナーさんなの。配信者っていうのはさ、リスナーさんがいないとただの人なんですよ。だから俺がね、いい配信者になれるか、クソ配信者かはリスナーさんが決めるんだよ。でしょ？俺をただの人にするのか、ね、大手配信者にしてくれるのか、リスナーさん次第ですよ。そのリスナーさんの気持ちに応えていけるやつが上に行く配信者ですよ。炎上するのに花火3発よこすとかいう意味、それはおかしいかな。俺はそういうのはあんま好きじゃないかな。延長したかったら自分の金で払えって感じだもんね。そういうのは良くないよね。俺それは言ったことないね。だからそのリスナーさんに負担をかけたくないから、あんまりみんなが金持ちじゃないかんね。いろんなリスナーさんがいるわけよ。みんなが楽しめないとダメだよね。みんな楽しめないと。だから無料で見るもんだからね、もともとは。ああ、間違えた。間違えた。花火ありがとうございます。みどりママさん、花火ありがとうございます。よいしょ。ちょっと待ってね。近所迷惑だ。メニュー難しい。ワドはインスタとかいろいろやってるから、他との、あ、いや、リンクはね、他でやる、サイドバーでやる、リンクは。みどりママさんのために筋トレします。いきます。
ありがとうございます。花火をしてくれればコンテンツはね。そうそうそう。おい、たくみさんはどっつー。あと、あ、そういうことか、そういうことか。ごめんごめん、俺が古代さん合ってる合ってる、言ってる意味分かった。俺がアスペでまた文面通り捉えちゃったんだ。合ってる合ってる。だから基本的にはコンテンツっていうよりも俺が書く文章どんな内容が面白いかなと思って、何が見たいかなと思って、記事のネタ、まあ、ネタはいっぱいあるからあれかもしれないけど。花火あげると筋トレしてくれるんですね。そうですね、先月はスクワットを1800回やりましたね。だから太ももバッキバキになってるから、今度は腕鍛えようって言って、ほらムキムキのマッチョになろうと思ってます。あ、みんなの、みんなのからの生ポドットコムじゃなくて、和道の異常なゼミナールっていうサイトを作ってるんだけど、そこで、あの、生活保護コラムみたいなのを書こうと思ってる。トイレ行ってくんね。今作ってるところに載せるよ。載せる。とりあえずサイトはね、1個に集中することにしてる。そこにどんどんコンテンツを追加していく感じかな。うん。載せる載せる。だから今作ってる和道の異常のゼミナールっていうサイトをどうするのかっていう話だよね。会員限定とかあんの？全部無料でやろうと思ってます。全部無料、無料です。っていうのもね、会員限定とかやる時代じゃないんだよ今。
放送の送っていう字が書けないな。放送送るか。放送書けなかったらダメだろ。おい、いってらっしゃい。いってら。すぐなくなるな。
お帰り。掃除しながら思ったけど、和道さんの YouTube 消されちゃったんだよね。これから何聞きながら家事すればいいの？誰が消した？いや、それがね、原因特定がまだできてなくて、ちょっとスタッフさんと話し合ってるんですよ。一応、運営には何回かメール送ったんだけど、なんか原因が特定できてないんだよ。多分ね、バグかなんかじゃないかっていう見解なんだけど、どうしていこうかなと。なんでバンされたのかがよくわかんないんだよ。バンになるような動画上げてないから、だから多分ね、誤爆だと思うんだよね、あれ。運営。でも、YouTube ってすごい膨大だから、配信と違って一件一件見てるわけじゃなくて、アルゴリズムでバーって検出して、怪しいと思ったのを、こう、バンにしていくっていうスタイルなのよ。それともさ、YouTube って、なんだっけ、とんでもない数動画上がるんだよ。毎日。だから、なんでなんだろうと思って。ちょっとまだ原因が特定できてないんだよね。そう。そんなん全然やってないよ。著作権の違反とかもやってないから、自分のコンテンツだから。何なんだろうな。 そう、中身全部チェックできないし、俺のだと動画膨大じゃん。だからね、なんだか分かってないんだよね。何があったんだろうな。マジで全然理由が分かんない。まあね、まあでもしょうがないから、まあそこは考えながらやっていくしかないよね。しょうがない。今のところこんな感じの構成かな。今決まってるのはサイドバーに、こっちがサイドバーなんだけど、ふわっち、YouTube、Twitter、Facebook、LINE、Instagram、AspFM とか、多サイトあるじゃん。俺が使ってる SNS。それはこっち側に貼っていこうかなと思ってるの。サイドバーに。で、お問い合わせはもう作ったんだけど、ここの5つの項目を何にしようかなと思ってんだよね。サイトの構成。ここお問い合わせで、ここプロフィール。まずプロフィールとお問い合わせは絶対必要だけど、真ん中の3個何にしようかなと思って。運営がね、バグじゃないかっては言ってない。運営はよく分かんないんだよね、なんだか。いや、匠さんがさ、一生懸命さ、毎日ね、寝ずにね、アップロードしてた動画たちだから、悔しいよね、ちょっとね。和道の歴史？ギャラリーに写真をと思ったけど、インスタがあるし。あ、写真のギャラリーはインスタだね。そうだね、そうだね。そういうこと、そういうこと。そういう感じだね。そういうことですよ。和道の歴史か、ヒストリーみたいなの作るか。ヒストリー作るか。ヒストリーか。ヒストリーね。歴史。ヒストリー。ブログと。あとなんだろう。
あと1個。ヒストリー面白いかもね。じゃあ、プロフィールヒストリー、真ん中空いてブログ問い合わせにしようか。おお、スウィンドルいらっしゃい。名場面集。なんだそれ。名場面集がちょっとわかんない。あ、グッズにするか。グッズは？グッズ販売のグッズ。そうしようか。決まった。これでいいんじゃないかな。グッズと、ブログ。こんな感じでいいか。これでいきます。じゃあこれでいきます。和道の異常なゼミナールは、プロフィール、ヒストリー、ブログ、グッズ、お問い合わせ。で、こっち側には、ふわっち、生放送、YouTube、Twitter、Facebook、LINE、Instagram、AskFM。あとなんかあったっけ？使ってるの多分これだけだと思うんだよな。なんかあった。なんかあったかな？もないやな、大丈夫だよな。付け足しがね、できないんだよね。できるんだけど、ガッチガチに、そう、画像加工とかするから、後から追加がね、なかなかできないような構成になってるんだよ。それがね、ちょっと、あれなんですよ。僕のサイトの。まあ、それも含めて勉強だからな。拡張性とかね。そうだね。だからなるべく最初に固定の部分は決めておかないといけないんだよね。支援プロフィール、コンタクトか。これが固定ページで、ブロググッズ。こんな感じか。そうだね。これでいいね。ニコ生ツイキャス。あとね、ちょっと考えてるんだけど、これみんなにも相談があるんだけど、ニコ生を少しやろうかなと思ってるんだけど、どう思う？ニコ生見たい人いる？この中に。ニコ生を復活するかどうかですごい迷ってるんだよね。どう思います？ぶっちゃけどんな感じ？アズテカエ、アズさんいらっしゃい。ニコ生ほとんど見たことない。なんか客層を広げたいなとか思ってて、やってみたらいいと思う。ニコ生からふわっちはキャスに行くの叩かれるけど、逆はないんじゃない。もともと俺ニコ生系配信者だよ。下積み全部ニコ生でやってんだよ。5000人コミを、コミュニティっていうのは、こっちで言うフォロワーなんだけど、5500人コミ4回ぐらい作ってるよ、俺。どうしようかな。間口は広い方がいいんじゃないかと思ってるんだよね。
ニコ生リスナーが増えた、フワッチリスナー。いや、こっちはね、もうバンバンブロックしてくから、荒らすやつは。こっち側バンバンブロックするから。でもな、ニコ生のリスナーな、質悪いんだよな。金持ってるけど質悪いんだよな。迷うよね。金は持ってるんだよ、正直ね。ただね、荒ぶってるからな。めちゃめちゃ荒ぶってるからな。困ったちゃんたちだメニュー考えるか。ニコ生戦場だね、ほんと。週1回とかね。でもそう、ニコ生の中にも良質なリスナーさんは確実にいるから、なんつうの、ワトどこいるのか探してたっていう人を拾いに行きたいんだよね、正直言うと。それはある。おはようございます。34名さんいらっしゃい。香川さんのサイト良かったんだよね。ふわっちでバンバンブロックしていくのはニコ生するのもいいね。そしたらふわっち、ふわっちはね、今の状態を維持したいと思ってる。香川さんのサイトがすごいいいんだよな。プロフィール、動画、配信チャンネル、貢ぎ物、グッズ販売、コンタクト。ブログもやってるんだ。みんな起きてきたかな。40名さんいらっしゃい。鮫島さんが終わったのかな。いや、そういうわけじゃないか。なんだろう。
人が増えたな。起き始めたな。もう7時か。10年くらい前、個人ホームページ作るの流行ってたな。流行ってたよね。でも今全然なくなったよね。楽しかったのにな。個人ホームページも、なんか SNS に全部取られていったよね。今の時代だって金かけてさ、年間1万ぐらいかかるから、無料でできるところにみんな行くでしょ。今はみんなツイッターなのかな。外国ではツイッターもオワコンみたい。フェイスブックがやっぱ強いよね。フェイスブックが強い。なんかさ、俺らはさ、結構少数派なんだよ。ツイッターとかやったり、ニコ生見たり、配信見るっていうのが、実はアンダーグラウンドカルチャーなんだよ。普通の人はフェイスブックやってるっていうイメージがある。サブカル見ない人っていうか。俺ら、実はこれが当たり前になってるけどさ、友達とかに聞いてごらん、生放送、ニコ生とか、ふわっちとか、キャスとかって見るっつった。多分、キャスぐらいだと思うよ。で、ヘビーに見てるっていう人は少ないと思う。だから、Facebook とかの層も取りに行かないといけないから、それで俺、Facebook 始めたんだよ。もっともっと、可能性を広げていかないと、先がないなって思ったんだよね。普通の人、俺は配信好きの人よりも、普通の人に楽しんでいってもらって、この配信っていうのをもっともっとメジャーにしていきたいっていうのがあるから。じゃないとね、選手生命がどんどん短くなっていくっつうか。俺はこの前の放送のタイトルにも入れたけど、配信が黄金時代になると思ってるから、もっともっと稼げるし食っていけるようになると思ってるから、今こうガンガン攻めていきたいんだよね。その世界ばかりにいるから、世間一般でもニコ生みたいな。全然だよ。ニコ生って、ああ、ニコ動ですよねっていうぐらい。それくらい浸透してない。全然だよ、全然。あ、そう。あ、まあ、若い人ばっかりだよね、ツイキャスを知ってるっていうのは。キッズたちだよね。っていうのもさ、やっぱ一番有名なのは YouTube なんだよ。で、YouTuber がキャスもやるじゃん。それで、キャスは知ってるっていう人が多いんだよ。でも、こんなにがっつりヘビーで見てるのは、やっぱね、っていうのも、まあ、語弊がないように伝えないといけないんだけど、これね、2チャンネルを創設した西村博之さんが言ってたんだけど、西村博之さんって2チャンネル作ったじゃん。で、その後、ニコニコ生放送の取締役やってるんだよ。ニコ生作った川んごっていうか、川上会長と仲が良くて友達で。で、一緒に会社やろうよっつって、ニコ生の立ち上げに携わってんの。
で、その人が言ってたのが、インターネットの生放送を見るっていうのは、時間に余裕がある人限定のツールだっていうことを言ってたの。で、要は生活保護とか、お年寄りとか、その、金持ちとか、要はその、普通、30分とか1時間とかね、5時間とかを、なんつうんだろうな、放送を見るっていうのはすごく限られてる人なんだよ。で、普通の人は働いてたりとか、家のこととかやってたら、放送ってなかなか見れないんだよ。だから生放送をね、ヘビーで見るっていう人は実は特殊な人だっていうことは彼はずっと言ってたね。俺もそうだと思う。だからしっかりとしたコンテンツをやっていかないと多分厳しいよね、この先は。おはよう、メリクリさん。おはようございます。楽しんでて。私もそう思う。和道さんはおじいちゃんになっても配信してるかな。多分ね、配信はね、一生続けたいと思ってる。ライフワークだから、俺にとってやっぱ主戦場は配信者。わかんないよ、そのテレビに出るかもしんないし、ラジオに行くかもしんないし、雑誌に行くかもしんないし、わかんないけれども、あくまでその配信者としてそこから羽ばたいていきたいと思ってて、メインはやっぱ配信者、配信で実績残した人ですよねっていう風になりたいかな、うん。なるでしょ、なるでしょ、うん、うん、なるなる、絶対なるよ。そういうもんだよ、うん。そういうもんですよ。だから逆に古いとかじゃなくて、俺が予想してるのは、あ、懐かしいってなると思うよ。あの配信ってあの頃良かったねっていう、もう規制ばっかりになっちゃうんだと思う。で、その時の配信見てたんだって言われる時代が来ると思うよ。サイドバーってとこだっけな、ウィジェットか。だから限定的なものだろうね、多分ね。YouTube バンされちゃったんですよ、僕。カズキングさんいらっしゃい。僕は YouTuber じゃないですよ、配信者ですよ。YouTube もやってましたけど、YouTube では1000人ぐらいしかチャンネル登録なかったっすね。マックスで。初見さんいらっしゃい。カッツン、流行り、ポンタスさん。ポンタスさんいらっしゃい。長い長い。長いよ。リンク、すべてのリンクってなんだ？リンクタイトル。リンク ID、リンク表。なんだこれ？リンク。
ウィジェット追加リンク固定ページ検索最近のと。なんだこれ。カツンでいい。オッケー。カツンいらっしゃい。和道さん何年か後か運営側に変わってたりして、俺は会社経営をやるつもりはない、うん、今のところは今のところはね、うん、だから運営側に回るつもりはないね、うん、っていうのももし俺もともとビジネスマンだったから、あのそこを諦めた人間だからさ、うん、そこは才能ないわって思ったから、あれリンクってどうやってやんだ。ワンタロウとホモの人の配信の時コラボしてましたよね。コラボしてたんじゃなくてロハコさんを紹介したの俺だから、うん、ワンタロウロハコさんにつないだの俺俺なんで端っこの人みたいになってんだよ。初見さんいらっしゃい、うん、侵害だよ侵害タイトル、タイトルと内容、
そろそろ寝ようかな。寝れるかな。カメ飼う予定なんだけど名前が決まらない。カメか。緑ガメ。カメ可愛いよね。カメ死んじゃったんだよな、緑ガメ。小学生の頃。すんごい暑い日があって、炎天下の。学校から帰ってきたらミイラになる。ミイラっつうかもうベローンってなってたんだよな。マジかわいそうなことした。日光浴させてあげようと思ってさ、あの水も張ってたんだけど、あの死んじゃったんだよね、暑すぎて。40度ぐらい。なんかすごい小学生か中学生の頃暑い日があってさ、ショックだったな。ベローンってでかがベローンってなっちゃってたんだよ。2年ぐらい飼ってたけど、あれはかわいそうなことしたよ。かわいそうだったね。甲羅がさ、カルシウムがなんか作るために日を当てないといけないんだけど、かわいそうだったな。かわいがってたんだけどな、思い出しちゃった。泣けてきた。名前か。なんだろうね、なんだろうね。なんだろう、やっぱあの、じゃあ俺が名前つけてあげようか、何がいいかな。世界皇帝とかどう？世界皇帝とかさ、ラストエンペラーとかさ、なんだろう。じゃああれだよ、卑弥呼とかいいんだよ。卑弥呼、卑弥呼でいいじゃん。卑弥呼。生ポンさん、おはよう。ダサってなんだよ。デビッド・ロックフェラーとかさ、めっちゃ金持ちっぽいじゃん。なんか微妙。そう、どんな感じがいいの。
何がいいかな。カメでしょ。ユダヤでいいんだ。雑だな。ユダヤ。雑だな。私仏教だから微妙。ああ、仏教か。おお、仏教か。仏教系の名前をじゃあつけようか。何がいいかな。じゃあ釈迦とお揃いでシッダールタとかでいいんだよ。シッダールタ。ダメ。長いか。シッダールタおはよう。なんだろう、仏教。ニルバーナとか。シッダールタっていうのは釈迦が人間の頃の名前だよ。人間の頃はゴーダマ・シッダールタっていう名前の。で、悟った時に、スジャータって女の子が、スジャータって女の子が、まず、ゴーダマ・シッダールタを助けるのよ。苦行をしてて、ガリガリに痩せちゃって、川に流されてたの。息止める修行と、ごまを一粒食べる修行と、毎日一日ごま一粒しか食べちゃいけない修行と、息を7分ぐらい止める修行と、あとなんだっけ、太陽を浴び続ける修行とかをやりまくってて、で、悟れないって言ってたら、もうヘロヘロになっちゃって、川でブラーって流されて死にかけた時に、スジャータって女の子が、ゴーダマ・シッダールタを引き上げて、お坊さんが死にかけてるって言って、バラモンって言うんだけど、お坊様は位が高いから。で、スジャータって女の子はミルク粥を、釈迦に与えて、釈迦っていうか、まあ、ゴーダマ・シッダールタだよね。で、ご飯食べて、こんな苦行なんかやってもダメだっていうことに気づいて、菩提樹っていう、大きな木の下で座禅を組んで、7日間瞑想をするんだけど、その時に悟るの。で、悟って帰ってきて、五行が差して帰ってくるわけじゃん。その時に、もう明らかに変わったことをスジャータは理解したのよ。見ただけで。その時に、あなたは誰ですかっていうことを言って、私に名前はないと。じゃあ、あなたのことをブッダって呼んでいいですかって。ブッダっていうのは目が覚めた人って意味なんだけど。そう。では、そう呼びなさいっていう。だから、スジャータが名前を付けたんだよ。ブッダって名前。やっぱり好きなアイドルの名前にする。無駄な時間使わせて申し訳ない。シッダールタが。俺のシッダールタが。マジか。だから釈迦っていうのは、そのシッダールタのことを簡訳した名前の、漢字に当てた名前。釈迦っていうのはシャーキ族の王様だったんだよ。だから釈迦、シャクソンとか。シャクソンっていうのは悟った方だけど、悟った時の名前だけど。釈迦の尊敬の尊を入れるシャクソンって呼ぶんだけど、それはもう悟ってる方ね。仏教の本とかってあるのかな？キリストの聖書みたいな。お経。もう大丈夫かよ。いっぱいあるわ。でも本当はブッダはお経を禁止したんだよ。ブッダはお経を
書いたらダメですよって、呪文を唱えたらダメですよって言ってたんだ。もうこのままだと滅びちゃうって言って、苦肉の策で作ったんですよ、釈迦は。宗教はダメとも言ってるからね。宗教なんかやっても人は救われない、呪文唱えても人は救われない、それはカルトだって言って、そんなことしないで徳の高いことやりなさいって言ってるね。今日か。でも漢字ばかりで内容がわからないよ。聖書はコーランみたいなのないかな。あるよ。ちょっと待って、仏教の本って言ってで、まあこれはどちらかっていうと日本仏教とかが多いけど、俺は原始仏教がすごい好きで、そのこういう、どう教科書みたいなやつだよね。あ、これはちょっと例が悪いな。これはね、どちらかっていうと日本の仏教のことが書いてあるか、ちょっと待って、よくない本だった。でもこういう図解系の本で、その釈迦の生きた歴史みたいなのはいっぱいある。これはね、ちょっと日本仏教に寄ってるから、その宗派がどう分かれていったとか、その開祖が誰かとか、そういう系の本だねこれは。でもまあこの辺とかそうじゃない、生老病死っていう意味、釈迦が悟った内容みたいな。おはよう。知らない、自殺未遂したの。あ、それが、これがさっき言ったくだりだね。釈迦がガリガリに痩せて菩提樹の下で悟ったっていうエピソードね、とか、まあ北インドの方にこういう国があってこの辺の王様だったんですよとか、ほら、シャーキ国って書いてあるでしょ。ここか。ネパールの方なんだよ。シャーキ国っていう。シャーキャ国になってるね、これだと。いろんな表記があるんだけど。そう。まあ、ちょっと、日本だとサーリープッタとか言うんだけど、シャーリープトラとか書いてあったり。ちょっとね、違うけど。まあ、あと南伝仏教とかの、まあ分かりやすい本いっぱい出てるよ。ネパールってイスラム教じゃないね。イスラム教に改装していったりとか、例えばそのインドの方に布教していって、インドは仏教国になったけど、結局そのもともとあったバラモン教がヒンドゥー教に変わって、ヒンドゥー教が広がったりとか、いろいろ国境が変わっていってる。飛び降りて危機一髪だったそう。まあ事情を知らないからコメントできねえな。仏教は宗教として見るよりも、釈迦がどんな生き方をしていったのかを見るのがすごい面白いと思う。まああと、まあ手塚治虫のブッダとか読んでもいいだろうし、まああれの場合はそのなんか手塚治虫のニューキャラクターを登場させてるから、ちょっと事実と異なることが書いてあるかもしん、書いてあるからごっちゃになっちゃうかもしんないけど、
ブッダっていう人間そのものが大好きなのよ俺は。すごい面白いんだよね。日本の仏教と全然違うんだよね。冠婚葬祭に関わるなとか言ってんだよ。結婚式とかお葬式とかカルトだからって言ってんの。面白いよね。そんなもんやってお金を巻き上げるなって、参加もするなって、くだらないからって、そんなのはその俗な人間にやらせておけって言って。 YouTube ありますので、うん、あんまり関心がないっすね正直。あんまり関心がないかな。うん、時間がないんですよ僕は。やるべきこと、やりたいことがいっぱいあるんで、うん、あんまり関心ないですね、うん、ごめんねネオさん、うん、そんななんか人がどうしたこうしたっていうのに振り回されて生きていきたくないんですよ。自分の関心のあることとかやりたいことがいっぱいあるんで。新しいフォロワーさん紹介します。うんちくんフォローありがとう。俺は暇じゃない。新しいフォロワーさん、チャミさんフォローありがとう。おー、中野ちゃん久しぶり。中野ちゃん花火ありがとうございます。ありがとう中野ちゃん、いつも。今年ももう終わっちゃうね。中野ちゃんほんと香川さん好きなんだね。中野ちゃんって男なの女なの、おっさん。配信会怖いなと思った。あ、全然全然。ネオさんごめんね、なんかつけんのにしてるわけじゃないのよ。本当に関心がないの、うん、年末やし。いやもう風邪ひいてるよ。風邪がやっと治りかけたところ。じゃあ中野ちゃんの花火いきます。1回2回、あ、だんだん慣れてきたな。3回4回5回6回。中野ちゃんありがとう。いや、あのスクワットやめたんだよ、うん、もうスクワットがき、あの太ももが発達しすぎてスクワット100回やっても効かなくなってきたの、うん、だからじゃあ今度腕鍛えようっていう。やっぱリスナーはさ、俺が苦しむところを見たいわけだ。そうそう、だからこっち側鍛えてます今。ほんとね、でもね、のんたんが言ってたけどね、あの本当にそう思うのはね、香川さんとこのリスナーほんと質がいい、うん、香川さんリスナー選んでるからね。っていうか香川さんあれだよな、苦しい時期あったよな本当に。 FC2 とかさ、ほんとアクティブ20とか30とかの時あったんだよ。ほんとよく返り咲いたよな。俺もう終わったと思ったもん、マジで。でもやっぱ強いね、底力あるね。香川さんすごいわ。進化っていうか、まあマッソーだよね。マッスル、マッスルですよ、うん。今日もためになる放送ありがとう。今度ごとね。ああ、延長終わっちゃったよ。もう29分やるわ。花火で喋ってたらさ、終わるタイミング間違えちゃったよ。やられたぜ。これだからね、配信は楽しくてやめらんないんだよね。
仏教の面白い話なら、あれ？最近俺仏教の話してないから、あやか知らないかもしんないけどさ、俺ってもともと宗教とビジネスとサブカルを語る枠やってたんだよ。俺の仏教の話とか聞いたことない？めちゃめちゃ人気コンテンツだったんだよ。その本当の仏教を解説するっていう枠をやってた、ずっと。本当の仏教って言ったら語弊があるかもしんないけど、その仏教っていうのがどうやって広がっていったとか。俺仏教オタクなんだよ。仏教徒ではないんだけど、俺自身が。聞いたことないんだ。結構面白い話いっぱいあるよ、仏教に関しては。キリスト教とその仏教の根本的な違いは何なのかとか。そう、日本人が宗教に疎すぎるから、イスラム、たと宗教の話をするのが大好きなのよ、もともと。結構ね、人気コンテンツだったんだよ。はい、みなちゃんはどつ。例えば、仏教の話じゃあしようか。残り29分。仏教の話 OK だったら手挙げて。OK？ あんまり興味なかったら別の話題にするけど、仏教とか宗教の話そのものを聞きたい人いる？なんか特定の宗教をおすすめするんじゃなくて、宗教とは何なのかとか、あと、その他の宗教とこの宗教とこの宗教の根本的な違いとか、なんかそのいろいろそういう話でよかったら手挙げてもらって、別の話がよかったら別って言って。 そうだな、例えば、まあ日本人が知らない、まあ宗教知ってる人、他の人は興味ないんじゃないかな。オーレクシーいらっしゃい、聞いたことない。例えば、まあ「へ」っていう話がいっぱいあるんだよ、宗教って。例えばイエス・キリストってキリスト教を広めてないの。まず。イエス・キリストが広めようとしてたのはユダヤ教なのね。で、イエス・キリストはキリスト教徒ではないの。ユダヤ教徒だと本人は思ってた。で、ユダヤ教徒に暗殺っていうか公開処刑されてるんですよ。めちゃめちゃ面白いでしょ。で、もっと言うなら、イスラム教の聖人の中、聖人っていうのはその偉大な人だよね。預言者って言うんだけど、あれだよ。みんな知らないかもしれないけど、イスラム教はイエス・キリストのことを預言者の一人にカウントしてるんだよ。そう。だから、ユダヤ教の派系でキリスト教もできてるし、ユダヤ教の派系、キリスト教の派系でイスラム教ができてるんですよ。だから、このユダヤ、イスラム、キリストのキリスト教のこの3つが何で戦争を起こしてるのかをみんな分かってないの、宗教学的に。日本人ってイスラム教とキリスト教って全く真逆の宗教だと思ってるでしょ。違くて、ユダヤ教の神様、キリスト教の神様、イスラム教の神様って全部一緒なんだよ、厳密に言うと。知らなかったでしょ。そうっていうような、みんながええー、とか嘘でしょっていうような話がいっぱいある。たかやん、おはよう。例えば、キリスト教を作ったのは、パウロ、よくキリスト教にパウロの書簡とか出てくるけど、パウロっていう人かな？がいるんだけど、そう。だって、イエス・キリストの時っていうのは、だから、ユダヤ教の聖書っていうのは、聖書ってあるでしょ？これをキリスト教では、旧約聖書って呼んでるの。で、だからユダヤが怒ってんの。旧約じゃなくて、我々のキリスト教が旧約聖書と呼ばれていて、ユダヤ教は聖書って呼んでるもの、これこそが正しい、聖書だっていうので喧嘩してんの、ユダヤ教とキリスト教は。で、なんでかっていうと、なんつうんだろうな、トーラーっていう巻物なんだけど、それなの。イエス・キリストって何人なの？アメリカ人。人種で言うなら、今で言う、なんていうのかな、褐色の肌の人たち。だから、イスラム教徒のイメージで合ってると思う。ああいう肌してんの。白人ではない、間違いなく。だから、イエス・キリストを白人の風に書いてるっていうのは、ルネッサンスの頃に起こった現象なの、あれは。イメージをすり替えてる。確実にあの土地に白人は住んでなかった。なんでかっていうと、イスラエルの国の出身だから。あの辺、エルサレムとかさ、その辺に生まれた人たちでしょ。だから、あの辺に白人が生まれるはずがない。
まずだからそこも誤解を受けてるよね。で、そのユダヤ教っていうのが世界宗教だったんだけど、ユダヤ教が世界を牛耳ってたんですよ。ユダヤ教徒、めちゃめちゃ頭が良くて。で、イエス・キリストはなんで殺されたのかっていうと、ユダヤ教の、要は神のお告げを受けたと、啓示を受けたって、預言者だって自ら名乗って、ユダヤ教を広めちゃいけない人に広めたの。ユダヤ教っていうのは、モーゼの十戒っていうんだけど、選民思想、要は旧約聖書に出てくるノアの方舟ってあるでしょ。で、神様と最初にモーゼっていう人が約束をするんだよ。モーゼの十戒っていうんだけど、ほら、映画とかで海をバーって割って、ノアの方舟で救出する話あるでしょ。で、ユダヤ教徒っていうのは、ユダヤ教に入ったものだけが神様と約束した民だから、それ以外っていうのは人間として扱って、人間じゃないって考えるの。神に選ばれし民ではないって考えるの。だけど、イエス・キリストっていうのは、この素晴らしい教えを広めないとっていう啓示を受けて、女子供とか異教徒とかにバンバン広めちゃったの。で、どん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 カルト化していって広まっていって、イエスがどんどん神格化されて教団化していくのよ。で、あいつはカルトだって言って、ゴルゴダの丘っていうところに、その十字架を自分で背負わされて、で、槍で殺されるの。ぐすって。で、エヴァンゲリオン知ってる人だったら聞いたことあると思うんだけど、その槍の名前がロンギヌスの槍。なんでかっていうと、ロンギヌスっていう人が最後ついた槍。で、神様の、イエス・キリストの血が流れ落ちて、神草になったの。神草っていうのは神の槍。神の槍、ロンギヌスの槍っていう。そう。三種、まあ、神具だよね。伝説の。そう。キューちゃんボクシーに勝てそうなぐらい詳しそう。だからキューちゃんボクシー、俺対談やって、キューちゃんボクシーが苦笑いしてたよ。例えば、キューちゃんに聞いたことっていうのは、矛盾点をどんどん、三位一体の考え方とか、いろんな矛盾点があるんだけど、代表的な矛盾点。聖書の中に天国っていう記載も地獄っていう記載もないんだよ。みんなイエス・キリスト教って、天国と地獄があるっていうふうに思い込んでるけど、あれは嘘なの。聖書の中に一言も書いてないの。天国とか地獄っていう言葉は。それは、ダンテの戯曲って言って、キリスト教の世界観をベースにした、いわばラノベみたいなものなのよ。当時で言うところの。それのイメージが刷り込まれてるの。啓示って言うんだけど、ハルマゲドンとか、最終戦争っていうのが起こるんだけど、イスラム教ではそれをジハードっていうんだけど、最終戦争が地球で起こって、地球が地獄化すんの。で、神に選ばれし民っていうのは神の国に連れてかれるの。だから地球が地獄になるよっていう話は。どっかのクソじじいと大違いだね。和道さん分かりやすいし、質問もちゃんと答えてくれる。そうそうそう。で、キリスト教の結構代表的な矛盾っていうのがいっぱいあるんだよ。例えば、聖霊と神様とイエス・キリストは、その同一であるっていう考え方があったりするのね。三位一体っていう考え方とか、 あと何だろうな、例えばよく言うのが、俺がよく言うのが、イエス聖書の中に何が書いてあるかっていうと、異教徒は皆殺しにせよ、女子供も焼き払え、レイプしろ、すべてを焼き尽くせって書いてある。だからキリスト教の人たちは戦争を起こすの。知らないでしょ？キリスト教って愛の宗教って言われてるけど、全然違うのね。宗教学的には矛盾の宗教って言われてるの。要は、神の命令であるなら全てを、聖書に書かれて神の命令だったら神様の言う通りだから何やってもいいの。神様がやれって言ったことは。だから、博愛とか平等とか、そういう精神ももちろんあるんだけれども、他の宗教に対しては徹底的に攻撃的なの。だからインディアンを皆殺しにできるのよ、彼らは。だからその国を攻めて、その奴隷とかをやってたの。人間じゃないからでしょ。っていうのを根本的に理解してないとキリスト教徒ではないの。だからその説明をした後にキューちゃんに言ったの。
キリスト教以外の人とかと戦争は辞さないですかって言ったら、キューちゃんは辞さないって言ってた。つまりキリスト教以外の人と、もし戦争が起こったとしたら、戦うって言ってたね。モルモン教もキリスト教なのかな？最近勧誘がひどくてイライラする。モルモン教はキリスト教の派系で、なんとかモルモンっていう人が石板を見つけるっていう、要はモルモンっていう人が預言者になったよっていう、キリスト教の派系。で、モルモン教の断り方は、俺は1時間話聞いて論破して、君は素晴らしいって言って 感動されたことがあるね。要は脱洗脳してあげたね。モルモン教っていうか、勧誘する人が理解してないのよ。現場の人っていうのは。いい人なんだよ。で、騙されちゃってるっていうか、よく分かってないで、いい人集団なんだよね。現場の人っていうのは。だから、ちゃんと、こういう宗教なんだよっていうことを説いて、外人が結構感動してたよ。あと、なんだろうな、宗教の面白いところ。だから、仏教と宗教の違いっていうのは、神前法後っていう考え方があって、神様が法律を作った。法律っていうのはこの世の理、物理現象とか、なんていう、宇宙法則って言ったらいいかな。物理の法則であったりとか、量子論とか、そういうすべて神様が作ったっていう考え方があるの。そうじゃん、キリスト教って。だから、神様はすべて知ってるっていう考え方なんだよ。でも、そのキリスト教の人を論破するときによく言うのが、神様がすべて知っているならなぜサタンを作ったのか。サタンっていうのはもともとルシファーって言って、神様の側近中の側近なのよ。サタンって呼ばれてる人は。で、神様が人間ばっかりに構ってるから、側近だった天使が、打点って言うんだけど、サタンに変わっちゃうの。でも神様が全てを作ったはずだから、なぜサタンを作ったことになるんだよ、神様が。なぜ悪魔を作ったのっていう矛盾とかがある。そうなんだ。あの勧誘ってノルマでもあるのが、ノルマとかは特にないけど、なんつうのかな、ヘルメットかぶってブラジル人がよく自転車こいでやってるけど、話聞いてあげるよ、俺は。結構。面白いよ。そういう矛盾とかがあるよね。なぜ神は作ったのかっていう。神は悪魔を作ってしまったのかとかさ。あとなんだろうな、みんながへえっていう。ヒンドゥー教の、神様知ってる？みんな。ヒンドゥー教のエピソードとか、ヒンドゥー教のなんか物語とか神様とか知ってる？みんな。知ってる人は知ってる。知らない人は知らないって言って。知ってる人じゃあ手挙げてください。ヒンドゥー教の神様のエピソードとかを知ってる人は手挙げ、知らない人は手下げで。日本ってヒンドゥー教ってヒンドゥー教徒とか見たことないでしょ。私ヒンドゥー教ですって会ったことないはずなんだよ。いないでしょ。でも、日本にも実は入ってきてて、織姫とか彦星っていうのはヒンドゥー教の物語なんだよ。でしょ？弁財天とか、七福神の中で、確か二つぐらい、確かヒンドゥー教の神様入ってるはずだよ。だから日本ってめちゃめちゃ多宗教がめちゃめちゃ入り込んでる。道教、儒教も入ってる。ヒンドゥー教も入ってる。仏教も入ってる。ベースに神道があるっていう。で、仏教、キリスト教徒に神はいないって言ったら絶対怒られるの。神はいるって喧嘩になるのね。なんでかっていうと、神様がいないと成立しない宗教だから。まずだから、キリスト教徒に神様いるかいないか論争は絶対仕掛けちゃいけないって言われてんの。神様いないよって言った瞬間に激論だから。ずっとループだから。だけど、仏教の面白いところって、お坊さんとか仏教徒に対して仏はいないって言っても、お坊さんは何て答えるかというと、その通りですっていう。で、仏はいるって言ってもその通りですって答えるの。これが仏教の空っていう概念なの。要はお釈迦様が悟った内容の。これ意味わかる？神様と仏様は全く質が違うって意味なんだけど、
キリスト教徒に神様いないっつったら絶対いるって言い張るのよ。いるに決まってるし怒るの。いないなんてありえないっつって、お前ら異教徒だって殺すぞって言われるのよ。それで戦争が起こってるわけだから。でも仏教徒は仏様なんていないよっつってもその通りですよって答えるし、仏様はいますよって言ってもその通りですよって答えるの。これの意味わかる？論理的に。そう、私クソジジイの枠で神はいないって言ったら、私が放送してる時にクソジジイリスナーたちに殺害予告された。すげえな、うん、これがね、あの日本人に染みついてる仏教観っていうか空の概念なんだよね。あるとないが同時に内包してるっていう状態を空っていうんだけど、この空をブッダが悟った内容っていうのはこの空、矛盾とは違うの。あるとないが同時に内包してるっていう、要はね、物事を俯瞰して見れるっていう状態のことを空っていうんだけど、究極状態までそのあるとない、要は有無、有無が同時に内包してるっていう状態、うんうん、例えば仏っていう概念はあの仏教の世界では神よりも上の存在なんだけど、あの修行して人間を超えるっていう、だから仏っていうと現代人は分かりづらいかもしれないけど、超人間っていうか人間を超えた存在みたいな感じ、だからニュータイプみたいな感じなの。ガンダムのニュータイプってあれ仏のことなんだよ、うん、で仏になるといろんな特殊能力が備わって超能力とかも開眼するんだけど、それを使ってはいけないっていうルールがあるの、うん、使っていい時のルールもあるの。特殊ケースで使っていいって言われてる、うん、実はニルバーナになると超能力っていくつか開眼するんだけど使っちゃダメなのね、うん、で使っていい場合っていうのはどうしようもなくて人を救う場合、うん、だから自分の宗教、宗教じゃないんだよ仏教って。キッドさんおはよう、うん、例えばその未来が読めるとか体を治せるとか、なんだろう、いろんな能力があるんだよ、うん、それを神通力って言うんだけど、キリスト教の人って本当に神様がいると思ってんのかな。自分の子供や親が殺されても神様を信じられるのかな。キリスト教的にはそう考えるね、うん、悪いから、要は神を信じてなかったからっていう考え方だね、うん、そう、キリスト教は神様がいるっているのを前提に、だけどよく自己啓発の話するけど、あれはキリスト教徒が作ったんだよ。あのね、要はキリスト教も正しくて、実は人間があると思ったら、あのね、認識をして物質が存在するっていう考え方があるんだよ。これね、すごい難しい話なんだけど、あの普通の人間ってここにペンが存在していて、こう見る、観測する、観測して見るっていうことができるって考えるけど、違うんだよね。見るからここに物質があるって考えるの。言ってる意味わかるかな、うん、実は人間が観測をするからそこに存在が生まれるんだよ。存在が先にあるわけじゃないっていうことがだんだん分かってきた。これキリスト教的な考え方で、神様がいるって言った人にしか神様は見えないですよっていう考え方なんだけど、だから基本的な科学の考え方っていうか、物理とかの考え方、科学の考え方っていうのはキリスト教徒の考え方だよ。今世界が回ってる、うん、うん、自分の子供や親が殺されても神様を信じられるのかな。どうなんだろうね。だから俺はよく言うんだけど、神様はいるんじゃなくてあるって言うんだよね。聖書にもそう書いてあるの。要はね、人じゃないんだよ神様って、現象なんだよっていうことを伝えてるね。和道教では神様っていうのは人じゃないって、擬人化をするなっていろんな宗教で唱えてるでしょ、うん、現象なの。神はあるんだよ。俺はだからキリスト教は神様、神はある、存在するって書いてあるんだよ全部。それを牧師たちが間違った解釈で間違った教え方をしてる。要はバカな人たちに、なんつうの、インスタントに布教、要は信者を獲得するためのツールだから、うん、じゃあ密教は、密教っていうのはこれがねまた面白いんだけど、
まず原始仏教っていうのができるんですよ。で、その後上座部仏教っていうのに発展するんですよ。で、その後大乗仏教っていうのになるんですよ。で、日本はこの3番目の仏教である大乗仏教を輸入するの。中国大陸から。だから漢字なんですよ。中国、メイドインチャイナ。だから大乗仏教っていうのは道教と儒教の教えが入ってくると。で、今度先祖返りするんです。この大乗仏教って間違ってるよねって言って、密教って言って原始仏教に近いことをやり始めた宗派っていうのが生まれるんですよ。で、この密教っていうのは後から日本は輸入してるんですよ。だから日本の仏教は時系列がぐちゃぐちゃな。日本の仏教っていうのは大乗仏教から歴史が始まってる。だから俺は原始仏教っていうのを説いてるんですよ。いるじゃなくてある。そう、これはね、今度ゆっくり話すよ。2時間ぐらいかかるんだけど、神、要は奇跡はあるっていうことなんだよね。信者獲得、金ですか？違うんだよね。もっと深いことを言うんなら、金じゃないんだよ。人が集まるっていうことは最強なんだよ。だから、金だけじゃなくて、金じゃないんだよ。そこがすごい盲点なんだけど、むしろその金っていうのも、そのために作り出したツールなんだよ。例えばキリスト教徒の、十字軍って聞いたことあると思うんだよ。エルサレムを奪還するために作られた軍隊なんだけれども、1000年間戦争してるでしょ。だからアメリカ軍は十字軍って言ってて、日本がアメリカ軍支援するって言った時に、イスラム、ISIS は何て言ったかっていうと、日本が十字軍には参加するんだったら、お前らもジハードするぞって言った。それを日本のジャーナリストたちは何て言ったかっつうと、日本も敵国対照国になったっつったんだけど、彼らは十字軍の味方をしたっていう表現をしたの。要はアメリカ軍、要はジハード、イスラム教徒たちはテロをやってる感覚じゃなくて、ジハードをやってるの。戦争をしてるの。で、アメリカは戦争ができないの。国民の賛同がないし、国連を通さない。戦争するには国連通さないといけないから。でしょ？だけど、そういうのを、通過するのは難しいわけじゃん。だし、国民から批判、政権の批判されるじゃん。だったら、テロリストっていう名前をつけたら、結局、戦争できるわけじゃん。だから、彼らは、テロリストだって言い張ってるけど、あれ戦争なんだよ。簡単に言ったら。もう1000年以上続いてる。ね。ちょっと話がずれてきたな。信者獲得イコール金じゃなくて、金っていうものすらも、金すらも、人を集めるためのツールにしかなんないんだよ。要は結局人なんだよ。世の中を支配していくためには。あと、みんな知らないかもしれないけど、ユダヤ人って呪われた民って言われてるじゃん。国を失った民でしょ。土地を持ってないでしょ。まあ、今、エルサレムとかさ、イスラエルとかで揉めてるけど、あれだよ、奴隷になってピラミッド作ってたのはユダヤ人なんだよ。知ってた？奴隷がピラミッド作ってたって言ってたけど、あれユダヤ人のことね。詳しいっていうか、だから宗教オタクなんですよ。面白いんだよ。歴史がわかるんだよね。歴史とか政治とかいろんなものがね、なんか、あーって国民性とかいろんなものが見えてくる。宗教を理解すると。例えば、なんで、アメリカ人たちは牛とか動物とか食べ物を殺しても平気かっていうと、で、日本人はいただきますっていうじゃん。命をいただく。要は、動物でも命は等価だっていう考え方があるんだけど、アメリカ人にはないの。それはなんでかっていうと、旧約聖書を読めばわかるんだけど、まず、神様が泥人形からアダムを作ったわけじゃん。で、アダムのあばらを引っこ抜いてイブを作ったわけ。最初の人間だよね。で、約束の地、カナンの地っていうのを与えるわけよ。土地を与えるの。そう、神の国なんだけど、そこを管理せよっていうふうに命じてるの。要は動物とか木とかもどんどん作っていくんだけど、そこを管理しなさいと。そしたら永遠の命と一生の幸福を与えるっていう。だけど、禁断の実だけは食べるなよって言われた。それを知恵の実っていうの。要は幸せな動物だったのよ。で、トップにいたのが人間だったの。可愛がってた、ペットなの、神様の。
だけど、その悪魔にそそのかれ、蛇の使いで悪魔が来るんだから、サタンだよね。サタンが来てそそのかすの。あそこの実食べようぜって言って。で、食べた瞬間に、自我っていうものを芽生えて、知恵の実を食べたわけだから。で、神様が怒って地上界に落とすっていうのが始まりの。だから彼らっていうのは、仕事をし、あの、動物を管理するっていう感覚があるの。牛とかを管理してるから、管理した道具なの。餌なの。神様からもらったものなの。仕事をする、土地を耕したらじゃがいもがもらえる。牛を育てるっていう、神様との契約の仕事をしたから肉をもらえるっていうふうに考える。だから命をいただくんじゃなくて、神様に感謝するの。彼らは。なんとなくわかる。で、さっきのエピソードに、知恵の実を食べた時に、自我に芽生えて、素っ裸だったイブとアダムっていうのは、イチジクの葉で、陰部を隠すんですよ。要は、下着を初めてつける。恥ずかしいって言って。だから、エヴァンゲリオンのネルフのマークは葉っぱなんだよ。考え方が根本的に違うね。考え方が違う。なんかこれは宗教観。で、エトスとか、ノモスって言うんだけど、宗教学的に言うと、どういうふうに定義されてるかっていうと、無意識下における行動領域、無意識下における行動の習慣みたいなものを持ってたら全部宗教だよって言われてる。だから日本人っていうのはさ、挨拶するとき必ず頭下げるでしょ。これ無意識にやるでしょ。だから日本人は無宗教じゃないんだよ。これは実は日本教っていうね、立派な宗教観を持ってる。例えば食べるときにいただきますっていうとか。面白いでしょ。だから日本人っていうのは、その宗教っていうふうに自覚してないぐらいに宗教が根付いてるとも言えるの。海外から見たら不思議な風習がいっぱいあるんだよ。なんでこんなに、こうなんだろうっていう。宗教儀式をたくさんやってるんだよ。あと2分です。延長する？まだ聞きたい？どうだろう。まだ話したいかな。もう延長しますか。もう30分。宗教についてだな。宗教について、あと面白いのは何なんだろうな。なんかこう、疑問をぶつけてもらった方が面白いかもしれないよね。宗教のここはどうなのとか、さっきみたいにさ、例えば密教はとかさ、なんか、いろいろぶつけてもらえるとありがたいかな。わかりやすいかな。もう30分やろうかな。ちょっと仏教じゃなくて枠を広げすぎたけど。でもまあ、キューちゃんが言ってることはね、キリスト教徒としては正しいよ。涅槃像っていうのは、そのタイとかで有名なこういうさ、有名なのはさ、ストリートファイター2に出てくるサガットステージっていうのがあるんだけど、ちゃんまゆお疲れ様。放送やってたね。こういうさ、涅槃像って言って寝てる仏像が出てくるでしょ。あれは最後のお説教をした場面なんだけど、お釈迦様はこういう言うんですよ。俺はもうすぐ死ぬと予言をしてて、で、これから死ぬよっていう時に、一番弟子、まな弟子だ、一番弟子っていうか、まな弟子だったんだよ。一番弟子だったかな。が、死なないでください、お釈迦様って言った時に、最後に何て唱えるかっていうと、お前さ、って、川、でっかい川を渡るときに、どうやって渡るって。いかだを作ります、お釈迦様。そうだよな、って。いかだを渡るよな、って。海を渡ったと。渡り終わった後どうするって。そのいかだをどうする、って。いかだ置いていきます、って。後に、川を渡る人が便利だから、って。そうだよな、って。仏教って、いかだなんだよ。だから、俺が死んでも、お前に必要になくなったら、仏教っていうのは捨てろ。お前がこれから歩いていくときに、お釈迦様死なないでください。仏教が途絶えてしまいます。そんなことはどうでもいいんだと。お前が幸せになって悟って、もう苦しみのない人生を歩むことが重要なんだと。だから、ね、仏教というのは生き方だと。川っていうのは修行だと。試練だと。で、お前は次の大陸に行くって言って、新しい道を歩くのが悟りなんだと。その時に、この思い出のいかだを担いでいこうって言ったら、お前死ぬぞって言って。
だから仏教は捨てなさいと、あくまでツールだと。もし頼るとするなら自分自身を頼りなさい。で、ダルマって言うんだけど、宇宙の法則を頼りなさいと。要は悟りのことなんだけど。それを信じていけば、君たちは正しい道を選べよって。って言って、死ぬ時にこうやってやってた。それが涅槃像だね。エホバの証人好きですか？いや、別に好きとか嫌いとかないですね。クロノさん、こんな感じで OK ですか？海外にも創価学会員たくさんいるって本当なのかな？まあ、本当だね。本当ですね。涅槃像について知ってる知識はそれくらいかな。そのシーンを再現したって言ったらいいのかな。で、仏教っていうのは死んだら仏様になるって日本では教えてるんだけど、それは間違いなんですよ。月見ちゃんおはよう。死んだら欲がなくなるから、ニルバーナに達することができるんだよ。エホバが来て困ってます。どう困ってるのかな。どう困ってるんでしょうか。僕は論破中だからね。宗教家たちをね、数々の宗教家を論破してきたので、対処法を教えますよ。どう困ってるんですか。勧誘？俺はね、こう言うんですよ。もし勧誘してきた人がうざったいと思った瞬間に、ここは私有地です。次チャイムを押したり勧誘したら警察を呼びます。もしくは訴えます。あなたがやってるのは不法侵入で違法行為です。あなたは逮捕されます。で、私はインターネットで拡散をしますと。あなたの写真を撮って、違法行為をしたというあなたの写真を撮り、警察に通報し、あなたは逮捕されるでしょう。そして、エホバの証人がこういうことをやっているということを全世界に広めます。それでもまだ私を勧誘しますかって俺は一言言ったら二度と来ない。二度と来ない。この動画を言う、あなたの勧誘をすべて、動画に撮りますと。自己防衛のためです。これは権利です。ここは私の敷地ですから。で、それをエホバの人がこういうことをやってるって言った時に、あなた方が受けるダメージっていうのは、っていうことをストレートに本当に言う。俺は相手のこと考えないから。絶対来ないよ。ブラックリストに入るよ。二度と来ないと思う。リストがあるから、この家を回ろうって。ってか、言うことを言わないんだよ。来ないでくださいって言えばいいだけだから。迷惑ですって。そしたら絶対来ないよ。その一言でいいと思う。いい人だから、日本人って。断らないんだよ。話聞いちゃって、話聞いたら鵜呑みにするから。そうそう。口先から生まれてきた男だから。あと、なんだろうな。他には何か質問があったりしたら。輸血はいけないらしいです。エホバだっけ？エホバの聖書どっかにあったよな。輸血と、そうだね、臓器提供と輸血と、あと何がいけなかったんだっけな、エホバ。そうだね。まあ、でもいいんじゃない？俺はね、なんだろう。何でもいいと思ってんの。人が幸せになるためだったら別にエホバだろうが、創価学会だろうが、仏教だろうが、ISIS だろうが、和道教でも何でもいいと思ってんのね。俺 AKB48 も宗教だと思ってるから。何でもいいと思ってる。ただ、そこには厳密なルールがあって、人を誘わないっていうこと。なんでかっていうと、俺は仏教から学んだことなんだけど、自分が本当に幸せだったらなぜ人を誘うのかっていう。自分が満足して幸せだったらそれでいいはずじゃん。人を誘わないと幸せになれない宗教っていうのは全て矛盾してるんだよ。ここは宗教の根本的にダメなところね。要は、自分幸せでしょ？あなたも幸せになりたいでしょ？っていう押し付けがましいか、考え方があるんだよ。でしょ？麻原彰晃についてどうも惜しかったって思ってるね、俺は。
惜しい。朝原、要は、オウム真理教はすごい惜しかったね。惜しかった。そうそう、強要するっていうか、自分が幸せだったら本来満たされてるはずだから、別に他人に言う必要なんかないし、他人を誘う必要なんか一切ないんだよ。だけど自分の幸せイコール他人の幸せだっていう傲慢さから勧誘っていう活動があるでしょ。要は金のためだよね、だから宗教っていうのは今ビジネスまで落ちたんだよ、だから俺は宗教、日本にある宗教はクソだっていうの、そこ、冠婚葬祭関わらない。要は仏教じゃなくて、日本にある仏教っていうと日本の仏教をイメージしてるからあれだけど、俺はブッダが好きなの。俺はブッダになりたいのね。俺はブッダなの。だから仏教じゃないの。俺はブッダ。俺はキリストになりたいの。俺はブッダになりたいの。お弁当屋さん作ったり、地上波のテレビ出てたんだよね。朝原彰子がすごいのか、日本がすごいのか。あのね、エヴァンゲリオンが流行ったのと、オウム真理教が流行ったのは全く一緒。全く一緒。あの時代、そういう時代だったの。要は、バブルっていうのは日本全体がわーってなったように見えるけど、そこについていけない人たちがいたの。コミュニケーション取れなかったりとか、要は彼女が作れない人たちとか、要は障害を抱えてる人、生活保護の人とか。要は日本全体がわーって浮き足出してるのに、取り残された人たちっていうのがたくさんいたんですよ。それを拾っていったのが新興宗教ブームってやつで、特にその時の朝原彰子はカリスマ中のカリスマだったのね。だからもしかしたらそういう人たちをたくさん救うことができたと思うんだよ。実際そのオウム真理教っていうのは1万人ぐらい人を集めたのね、信者を。それはすごいことだと思うんだよ。だけど要は朝原彰子が未熟だったと俺は思ってる。本物じゃなかった。要はトップに立つ人間が邪心にまみれてたの。その寄ってきた、カリスマ性はあったのは事実よ。カリスマ性はあって魅力はあったんだよ、抜群に。ただ我欲が強かったんだよね。その我欲のために武力行使までしたわけだ。要はわがままだったわけよ。俺はとても悟った人間の行動だとは思えなかったね。だからもしその朝原彰子っていうのは本当に悟った人間であったら、多くの人が救われただろうね。そこが創価学会との違いだったんじゃないの。いや金牌はどうかわかんないけど、朝原っていうか、俺は逆に言ったらその取り残された人たちっていうのを救いたいと思ってるけどね。だから時代にマッチしたんだよ。だって今アレフすごい増えてるんだよ、若い人が。瞑想とかでその幻覚を見たりとか、多幸感があったりとか、要はドラッグをしてる状態になったりとか、その英語で言うとね、トランス状態って言うんだけど、酩酊意識って言うんだけど、それを作り出すことって簡単なの。朝から濃いね、辛口いらっしゃい。そうで、例えばその例えば俺が、これは配信ではできない現象なんだけど、会った時に俺は触らないで人のことを倒すことができるの。それ超能力じゃん、どう考えても。できるの実際。だしその例えば本格的に瞑想をやったら、その子に神の世界に連れていくことできるんだよ俺って。だけどそれっていうのはあくまでテクニックっていうかトリックなんだよ。やっぱり脳をバグらせたり、洗脳って呼ばれてる技法をただ巧みに使ってるだけ。でもそれは言葉のゲームみたいなもんで、実際にそれを見たりとか体感したりとかするとすごい現実なわけじゃん。例えばその意識だけで宇宙まで光の世界に飛ばすことができると。それいくら周りから洗脳だよとか騙されてるよって言われても、見たんだよって本人は。だからよくね、俺は宇宙人で例えるんだけど、例えばさ、
いきなり俺が宇宙人見たんだよ、宇宙人ってさ聞いて、宇宙人っているんだよっつったら、ああやばいやつだって思うでしょ。でも宇宙人語る人ってこういう感じでしょ。だけどみんなね、幻想だとしても何でもいいけど、実際に自分の部屋にいきなりガチャって言って、我々はっつってグレイが現れて UFO に連れてかれて自分にチップ埋め込まれて帰ってきたら、みんなそういう状態になるでしょ。その体験があったら、それがやばいところなの、洗脳の。よくその麻薬の患者さんで例えるんだけど、幻覚なんて簡単に見せることができるの。ドラッグ使ったりとか、瞑想をしたりとか、洗脳をかけたりとか。でドラッグやって、例えば毛穴から虫が湧いて出てると、で俺がいきなり配信中に虫が怖い、誰か助けて、虫が湧いて出てくる、やだやだっつってリストカット始めたら、やばいやつだってブリってるなって思うでしょ。やべえなってなるでしょ。だけどそのみんなが麻薬を打って実際に毛穴とかから虫が湧いて出てきたら同じことするはずなの。本人からしたら見えてるの、本人からしたら怖いのよ。虫が虫が助けてって騒ぐでしょ。要はこれがトランス状態、うん、酩酊意識ってやつなんですよ。葵さんいらっしゃい。ああのね、アンチです、ブロックしてください。ツイッター上、うん、ブロックしてください。あのしつこいんですよ、ほっといていいですよ。なんか俺のね、あの昔のね、チンコの画像とか送ってくるだけなんで、ほっといていい、うん。このサムネ見て、ごめん、俺目悪いから。何の画像なんかよくわかんないな。うん、ブロックしちゃってください。だからその神を見せることも悪魔を見せることもできるんだよ。だからそれは騙されたらダメ。例えばその朝原彰晃がネタ本にしてた本っていうのがここにあるんだけど、このニルバーナのプロセスとテクニックっていう本と、あとここにもう一個あって、あの虹の海底っていう二つの本があるんだけど、簡単に言うとこれはそういうそのあの世を見せるテクニックが全部書いてあるので、あの心臓止まるんだよ、やり方間違えると。瞑想ってそれくらいのパワー持ってんの。座禅組んで、あの心臓を止めることできるんだよ、うん。日本の仏教徒にも書いてあるけど、修行中に要は幻想の鬼とか悪魔と戦う修行っていっぱいあるので、負けると心臓止まるの、臨場感が強すぎて。意味わかんないでしょ、言ってる意味。うん、そう、あと神道でいうと式神とかね、あ神道じゃない、これ陰陽道か、式神遊びって言って、簡単に言うとアバターなんだけど、ポケモンみたいな感じかな。ゲームがなかった頃、脳内で自分のかっこいいモンスターを作り出して、そのモンスターとモンスターを戦わせるっていう遊びとかあるの。これ陰陽道にある。金梅はキリスト教の7つの大罪を犯しています。まあ神様に見捨てられんじゃん。イチセムさん、バーガーありがとうございます。だからね、ノンタンはね、それをね感じ取れるから、浅井さんが何言ってるのか分かるのと、俺のこと好きになったなってくれたんだと思って。ノンタンはね、要はメンヘラなわけだ。10のメンヘラって何なのかっていうと、心の感受性が強すぎて現実世界が崩壊した人のことを統合失調症って言うんですよ。彼女はね、だから魔法が使えるの、簡単に言うと。彼女が見てる世界、要は俺とか浅井さんとか彼女が見てる世界と一般の人が見てる世界で生きてる世界が違いすぎる、うん。俺らは幽霊とか宇宙人とかが見えちゃってる人だから、うん。そうそうそう、まあ、浅井さんの言葉で言うと光っていう表現だし、うん、俺はそれは幻覚だっていう認識はあるけどね。でも俺は子供の頃魂が確実に見えたし、人間の心の音が聞こえるんだよ、あのオーラが見えるの、うん。オーラがある人とない人、本物と偽物が分かる、うん。だから騙されないって思ってる人ほど騙しやすいのね、宗教っていうのは。
まともに見えるかどうか、まともだとは思ってないよ、俺は。自分のこと。騙されないって思ってる人ほど騙されるの。なんでかっていうと、騙されないって思ってる人はリアリストなんだよ。現実主義者の。だから、体験を与えてしまうと、それが本当だって言い張るタイプの。要は勧誘に走るタイプなのよ。でしょ？冷静な判断ができない人だから。騙されないっていうふうに。要は騙されないっていうのは疑いの目なの。その疑いを晴らしてあげるだけで簡単に信者になるの。勧誘する必要がないの。現実を見せてあげるだけで。で、現実っていうのはもしかしたらトリックかもしれないよっていう話。そう。例えば、スプーン曲げ見たことあるっけ？スプーン曲げ見たことない？みんな、俺。俺、スプーン曲げできるんだけど。見たことある？みんな。見たことない人、もしやろうか、今から。スプーン曲げ。見たい？見たことある？まあ、普通のスプーンをじゃあ皆さん用意してください。普通のスプーンね。OK。何の変哲もない普通のスプーンなんだけど。スプーン曲げっていうのは、この真ん中っていうのを左手で簡単につまむ。まあ、利き手じゃない方で簡単につまむと。で、ここを引っ張る。ここを引っ張ると。それで曲げるんだけど、力は全く必要ないんですよ。簡単なのは、曲がった後のイメージっていうのを、曲がった後のイメージっていうのを明確に脳をインプットさせると。で、人間の脳っていうのは、普段3%しか使われてないとか、1%しか使われてないとか言われるでしょ。あと、火事場のバカ力とか人間持ってて。要は脳のリミッターを解除してあげることによって、潜在的な力っていうのを、見せれば指一本でスプーンっていうのは簡単に曲がるんですよっていう理屈なんだけど、まあここまあ温度があったかくなってくるんだよ。手がしびれてきたりとかあったかくなってきたりとか。で、完璧に曲がった後っていうのをイメージする。曲がれ曲がれ曲がれって、曲がった曲がった曲がったって。で、曲がった後のイメージっていうのを簡単にインプットできたら、そしたら簡単、指で引っ張るだけ。一瞬だよ。こうやって、ウィーって、女の人でも全然できる。女の人でも子供の人でも全然できる。でもこれは実はトリックがあるのね。ただのテコの原理なの。でも、そのテコの原理だっていうのを悟られないために、脳の話であったりとか、イメージの話とか、要はセットアップっていうんだけど、洗脳の技法だよね。っていうのをうまく巧みに使っていくの。そうすることによって、本当はテコの原理だっていう物理の法則なのを、ごまかすことができるのよ。これがよく詐欺師が使うトリックなの。要はカルト宗教の教祖様っていうのはそういうことを巧みに仕掛けてくる。よくやるのがコールドリーディング、ホットリーディングっていうんだけど、勧誘したい信者を、もう1ヶ月間、占い師がよくやるね。もう何日も、リサーチしておくんです。で、もうどこに住んでる、何生まれ、本人しか知らないと思っている情報とかを全部洗い出すね。それで教祖様に会ってみなよとか、教祖様って言わないよ。何々さんすごい超能力者だから占いとか信じるっつったら、女の人信じるって言うじゃん。教祖様に会えるよって会った瞬間に言い当てんの。おばあさん亡くなったわねって。本人しか知らない情報一発言う。その瞬間に、自分の思い込みっていうのを崩壊するの。
要は騙されないと思ってる人ほど、その法則が崩れた瞬間にこの人はすごいって勝手に神格化を始める。そうするともうあとは簡単だよ、何言ってもその人の言うことを聞くからでしょ。だから怖いよっつって冷静な判断、冷静にやっていかないと騙されちゃう。戻るイメージすれば元に戻るの。例えばなんだけど、こう曲がったものっていうのを力で戻そうとすると、スプーン曲げやってみたら分かるけど、すごい両手でこうグイーってグイーってやってやっと戻るぐらいかな。麻原彰晃が参考にした本ですが、ニルバーナのプロセステクニックと、もう一冊は何でしょうか、もう一度教えてください。虹の海底、中澤慎一っていう人ですね。あのチベットに行ってポアの思想っていう、ポアを学んできた人ですね、簡単に言うと。チベット仏教のニンマハっていうんだけど、 そこからちゃんとあの学んできた人。金梅のリスナー、嘘でも何でも信じる。まあまあ、それが信者っていうもんでしょ。だから俺は囲いは嫌いって前から言ってんの。囲いはダメ、囲うっていうことは盲信的になるということでしょ。そう、盲信的になるっていうことは、その人の言うことを鵜呑みにするっていうことでしょ。でもあの世の中には、なんつうんだろう、もっと不可解なことっていうのはいっぱいあるんだよ。もっと不可解なことっていうのは、例えばその手を、そのさっきは指一本でさ、スプーンをこうやって曲げたけど、本当に超能力が開眼すると、あの手を触れずに支えてるだけで、念力だけで折ることができる、曲げることもできるんだよ。それがさっき言った仏教とかの、何て言うの、超能力って言われてたりとか、ニュータイプって言われてる存在なんだよ。例えばさ、さっきのスプーンっていうのをこう触れずにさ、こうファーってやってくっていう、こうわーって念力を送っていくと、曲がった曲がった曲がったと、で曲がるわけないって考えるわけじゃん、普通の人っていうのは。でしょ。和道さんの苦手なジャンルのことは何ですか？俺何にも知らないよ。俺は何にも知らない、なんか関心があるジャンルっていうのを、その極めたくなるだけ。ユリゲラーは詐欺師かどうかわかんない、マジシャンで、マジシャン、ユリゲラーっていうのなんかね、あのドラマで昔トリックっていうドラマがあったの、仲間由紀恵の。それでお母さんが詐欺師なの、仲間由紀恵のお母さんが詐欺師で、その話が面白いんだけど、あのね、そのお母さんはお札を売ってるビジネスをやってるんですよ。そのお寺でお札を売ってんの、新興宗教をやってて。でどういうお札を売ってるのかっていうと、男の子札と女の子札っていうのを、10万円で販売してるの。覚えておいてね、男の子札と女の子札っていうのを10万円で売ってますと。で、そこは妊娠したお母さん、要は子供が妊娠初期の状態で夫婦で訪れて、男の子札を買うと必ず男の子が生まれる、女の子札を買うと必ず女の子が生まれますっていうのを10万円で販売してるの。でもし万が一なんだけれども、外れたら全額返金しますっていうのが売りなの。そこは大流行りしてるの。これ古典的なあの詐欺のトリックなんだけど、数学をちゃんと理解してる人だったらわかる。これ1枚売れるごとに5万円儲かるっていう、絶対クレームが起こらないっていう、ただのビジネスの意味わかる。これはそのお守りとか賽銭のもっと一番詐欺ってるやり方なんだけど、わかるでしょ。男の子と女の子が生まれる確率が半々だとしよう。で、
要は男の子札を買って男の子が生まれる可能性と、女の子札を買って女の子札が生まれる可能性。要は半分半分でハズレを引くんだよ。で、ハズレを引いたとしても、ハズレを引いた場合っていうのは完全返金をするわけだから、10万円返せばいいわけだからリスクがないでしょ。で、面白いのが男の子札を買って男の子が生まれた人っていうのは、あそこすごいって言って宣伝をしてくれんの。しかも10万円返せって言わないのよ。つまり1つ1枚札が売れたら確率上5万円で5万円儲かるっていうビジネスモデルで、さらに、半分の人が信者になってその札すごいよっていうふうに広めてくれるっていうビジネス。絶対にクレームが起こらなくて 絶対にクレームが起こらなくて、すごいよ、あそこの札当たるよとしか言われないの。返金されたら別にそれで終わりじゃん。ああ、なんだって言って。でもまあ損がないから噂が広まらない。っていう巧みな、これは古典的な、詐欺とか宗教の、札の売り方、要は壺の売り方なんだけど、こういうふうにやって、頭のいい人が、要は儲けるっていうふうになってるの、世の中っていうのは。頭いいよね。すごいでしょ。だから、例えばさ、自分が子だから恵まれたと。男の子札と女の子札絶対当たるよ。嘘だーって言って、試しにやってみなよ。全額返金だからって言ってさ。自分が女の子欲しいなと思って女の子に10万円払って女の子生まれたら、やったすごいって言うでしょ。絶対友達に言いふらつするでしょ。あそこすごいよ。絶対行った方がいいよって。で、もし男の子が生まれたとしても、あ、返金してもらおうって言って、返金すぐ、あ、ごめんなさいねって、たまに外れるのよって言い訳をこううまく言われて、あ、そうなんですかって言って返してもらったらさ、自分が損をしたし、自分が騙されたと思うから、自分が恥なことは広めないでしょ。だから広まらないの。悪い噂が広まらないっていうビジネスモデルの。面白いよね。だから考えない人っていうのは騙されちゃう。文句垂れないでしょ。要はそういうなんかちょっと考えればわかることなんだけど、小学生とか中学生とかの数学を教えてもらってたら確実に解けるトリックなんだけど、なかなか見破れないっていう。そう、なんでかっていうと、そこには感情であったり心理っていうのを巧みに操るから。あと1分か、どうしよう、まだやる？ まだやろうかな、迷ってる。どうしよう、もう寝ようか。体力的にはまだいけるんだけど、みんながどうかなと思って。続ける？どうする？どうしよう。みんな早く答えてちょうだい。やめとく。続ける。どっちだ？どうしよう。ミクさんいらっしゃい。どうしよう。延長ボタンを解除するかも。どうする？いきますか。じゃあ延長しましょう。あと何だろうな。面白いこと。なんだろうな。続けるよ。OK。あと30分やろうか。例えば、閲覧増えてる。まあ、100、200の間かな。だいたい。大手さんがいないときは。この時間だったら、まあ、普通に行きますね。これくらいは。なんだろう、面白い話。みんなが面白がるような話。なんだろうな。あ、はじめまして。ありがとうございます、ミクさん。風船もすみません、初見さんなのに。面白かった時だけでいいっすよ、アイテムは。コメントありがとうございます。じゃあ、洗脳の話しようか。洗脳ってどういうことなのか。俺が営業マンやってた頃、洗脳っていうのを巧みに使ってたの。なんでかっていうと、営業、売るっていうもんっていうのは全て洗脳なんだよ。例えばなんだけど、飲食店のお店っていうのはイメージカラーを黄色系の色を使ってるところがめちゃくちゃ多いんだよ。で、赤っていうのは実は避ける色なのね。マクドナルドはそれをうまく使ってるんだけど、でも必ず黄色を多く使って、黄色とかオレンジとかを使ってる店が多いんだよ。
で、食べ物はね、緑とか青っていうのが少ないの。それは、おはようミッチーさん。なんでかっていうと、心理操作で、美味しく見える色とか、安心できるっていう、安心の色っていうのは黄色系の色なの。で、青とか緑とかって、赤は特に、喧嘩をするときの色なのね。だから、ああいうのも全部仕掛けられてんのよ。大手企業とか、そういう情報とかを巧みに使ってるわけ。国家とか。だから俺らは知らず知らずのうちに騙されて。だから、まあビジネスっていうのはさ、これ覚えておいてほしいんだけど、営業が必要なものっていうのは全て価値のないものだと思った方がいいよ。CM とか広告とか営業が必要なものっていうのは価値がないから営業マンがいるっていうことを覚えておいた方がいい。だから、本当に価値のあるものっていうのは CM とか広告がないって言われてるよね。だから、まあ、アップルとかの CM とかもあんまり見ないじゃん。頻度は少ないじゃん。逆に、体に悪くて、割高のもの。例えば、マクドナルドとか CM バンバン打つでしょ。だから俺は CM が打たれまくってるっていうものは、体に悪いものとか、ゴミを売られてると思った方がいいよっていう。赤は食欲そそると聞くけど、だから赤ちょうちんとか。赤はね、注目、喚起を促す色なんだよ。注意喚起を促す色だから、遠くから見た時に赤っていうのは、すごく反応するようにできてる。人間っていうのはなぜ赤、生物はなんで赤に反応するのかっていうと、血の色なんだよ。で、血の色っていうのは、見た瞬間に危機感を覚えないといけない色じゃん。だから人間だけじゃないんだけど、人間っていうのは赤に注目するようにできてるの。赤を見つけるとパッと一番目に入るように本能仕組まれてる。だから車の信号の止まれの色は赤なんだよ。一番目立つ色ってことね。ホットペッパーもそうなのかな。私今までホットペッパーで選んだお店全部外れ。そうだよ。だって本当に流行ってるお店っていうのはホットペッパーしないでしょ。お客さんいるから。困ってないから。広告が必要っていうのはお客さんがいないから広告をするわけよ。お客さんがいないっていうことは、まあ、多くの場合、全部とは言わないけど、多くの場合は質が悪いからだよね。で、広告費をかけるっていうことは無駄なことなんだよ。ほのみんさん、どうも。どうもどうも。ありがとうございます。いらっしゃい。楽しんでってください。でしょ？青は食欲なくなるので、飲食は赤の看板多いです。赤っていうか黄色系って言われてるね。安心の色はオレンジとか黄色だから。で、赤の看板っていうのは注意喚起をする時の色。店内の色にだから赤は少ないはず。それよりも、ライトとかでオレンジ系の色とかを使ったりとか、電球とかも蛍光灯の色じゃなくて、こういう、なんつうの、ライトの色とかでライトアップ。要は、黄色系のオレンジ色系。赤系で使うのは多分お店の看板とかだと思う。で、実は俺もそれを利用してて、これね、見てもらうとわかるんだけど、俺の色って赤でしょ？一発で、実はみんな洗脳されてんだよ。すぐわかるでしょ？これ実は狙ってやってます、サムネイル。一発でワドだってわかるようになってるでしょ？こんだけ配信サイトがあった時に、どれ見るか。全くみんな平等の配信者。要はデビューしたてだとしたら、絶対俺だったらここ見ちゃうもん。ここクリックしちゃう。クリック率上がるんですよ。安心の和同枠で、枠が黄色ですか？どういうことだろう。彼女寝てるね。後ろで。ネオさん、また来てください。そう、注意喚起の色。要は、目立つ色なんだよ。だから、クリックしやすい。だからね、ここにね、俺がね、コメントをこうやって書くとすごく目立つんですよ。目立つでしょ。みんなのコメントのサムネの中ですごい目立つはずなんだよ。スプーン曲げはね、トリックだから簡単にできるよ。
あ、ふわっちは黄色だね。オレンジだね。だから、多分ね、課金サイトだけど、なぜか安心して使えるクリーンなイメージがついてるのは、このオレンジを巧みに使ってるからだよね。これがね、ふわっちが赤をイメージカラーにしてたら、多分ね、嫌われるサイトになってたと思う。すごくここは計算してる。うまく作ってる。オレンジは安心の色だから。要は、安心して使えますよ。このサイトクリーンなんですよっていうイメージをちゃんと伝えてるよね、色で。100均のスプーンだよ、俺も。俺も100均。わっちどんどん盛り上がっていくな。いいね。優秀な配信者がどんどん集まってきてすげえ嬉しい。なんか俺ふわっちをね、結構メジャーな配信サイトにしたいっていう、運営じゃないんだけど、ふわっち大好きだから、ふわっちをねメジャーにしたいんだよね。なんかそこに一役買いたいなっていうふうに本当に思ってて、だからニコ生とかね、ツイキャスからね優秀な配信者が来るとテンション上がるんだよね。嬉しいなと思って、どんどんみんなで盛り上げてこうぜ。俺らの大事なフワッチだから。昔の人ってさ、怪我した時にさ、傷を治すことを手当てって言うじゃん。あれの語源なんだけど、あれってハンドヒーリングから来てて、昔の人って怪我をしたら手で押さえてたの、さすってたの、それで治してたのね。これの原理って実は最近解明されてきたんだけど、痛点ってあるじゃん、痛覚の神経ってあるじゃん。あれよりも触覚神経の方が脳に作用するのよ。つまり痛い部分の近辺を触ってると痛みって引くようにできてる。これがね、実はハンドヒーリング、手当てっていう言葉そのものの語源なんだよ。ハンドヒーリング面白いよね。傷が治るわけじゃないんだけど痛みが引くんだよね。スプーン曲げトリックで調べたら出てきたけど、真似しても曲がらんよ。なんでかな、なんでだろうね。やり方今度教えてあげるよ。ハンドヒーリングよくやるよ。ノンタンすごいんだよね。手の体温だけね、ブワーって上げることができるの。熱っていうぐらいだよ。ノンタンすごいよ。ヒーラーだから、こうやってファーってやって、パッて当てると、もうほんと北海道より熱いの。熱っていうレベルよ。あったかいじゃないの。熱って。おいみたいな。ノンタン魔法使えるんだよ。俺もちょっとできるんだけど、のんたんのはすごい。ハドさん、ちょっと待っててねーって言って、グーってパッと触るとね。バガーありがとう、3枚よ。ありがとう。マッサージ師、気功も使えます。僕も触らないで人のこと倒すことできます。引っ張ったり押したりできますよ。のんたんって本当は宇宙人じゃないの？あー、俺でも最初会った時の印象、宇宙人だね。あ、この子宇宙人だな。ハイタは手でさすると温まって余計うずく。なんだろうね。歯はほら触覚神経がないからでしょ、多分。皮膚の場合だとさ、触覚神経が張り巡らされてるから効くっていう原理だけど、歯は触覚が弱いんでしょ、多分。バーガープレゼントありがとう、3枚は。ありがとうね。
さて、そろそろ寝ようかな。ああ、また延長伸ばした。大丈夫か？うん、そろそろ寝ようか。みんなも疲れたでしょ。みんな起きたばっかりかな。そろそろ寝るよ。俺はさ、もう今日さ、久々に2チャンネル見ちゃってさ、テンション下がってるんだわ。2ちゃんな、バカだなと思ってさ、まあ、ああでもない、こうでもないとか、潰すとか潰さないとかずっと言ってんのよ、もう。久々見た、1年ぶりぐらいに2ちゃん見たけど、もうバカだな、こいつらと思って。こないだ人のとこでついにタヌキデビューしちゃいました。マジで？あ、そうなんだ。いやだよね、人の悪口書いてさ、匿名でさ、アホだなと思って、もうテンションなえちゃったよ。あー、ブロックしてください、大輔さん。それ昔からいるアンチですね。スクショも貼り付けられた、マジで。情熱がすごいよね。っていうか、こんなに見てるんだと思ったもんね。まあいいんだけどさ、匿名じゃないと発言できない人たちなんでしょう。私 M だからテンション上がった、エロエロ、よいしょ。 M っぽいもんね、このみんな。逆に嬉しい、ド M だね。俺も M だからね。じゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。また明日、ありがとう、おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。